ザ・ W2020 で優勝した芸人吉住31が2日に放送された踊るさんま御殿。日本テレビ系に出演し、彼氏ができたことがないと告白した。スタジオで恋愛にまつわるトークが展開する中、手を挙げた吉住は、私31歳なんですけど、彼氏できたことなくてと、自ら打ち明けた。このままでいいと思っているわけではなく、前向きなことをいっぱい言ってくれる友達に相談したと言う。どんな言葉を投げかけてくれるか期待して聞いていたところ、大丈夫、大丈夫って言ってくれたんで、なんか言ってくれるんだと思ったら、大丈夫、来世があるよと、いきなり生まれ変わった後の話をされたというのだ。今世はもう無理なの？とショックを受けた吉住。ポジティブな人って励まそうとしてえぐってくることがあると力説した。